これ面白そうね。 Please hug me、 私を抱いて。欲しいものは必ずしも手に入らないのが人生、でも頑張るしかないんですなんだこのゲーム、このゲームドリームズユニバースの、公式さんメディアモレキュールが作られたコース、まあお手本のようなコースだね。さあ行ってみようか。 Please hug me、 ゲームを作れるゲームだからね、これも作れんだよと。抱いて、私を抱いて。あ、逃げてくんだ。うわ、悲しいなこれ。抱いて、強く強く抱いて、私の体に刻んで、あなたを刻んで、みんな逃げちゃう悲しい。なんだこの切ないゲームは。え、終わり何この哀愁漂って終わる感じ。え、これでステージクリア。え、まさかこれで終わりとか言わない。終わった。はい、それじゃあまたこのドリームズユニバースで面白そうなゲームをやっていこうかなって思うんだけど、これもね結構面白かった。ちょっとだけやったんだけど、サウスポークッキングっていう、片手だけで料理をするっていう無謀なゲームなんだよね。やってみようか。はい、左スティックで、左手を動かして、 R スティックで、高さを変える、で R1 で、物を掴むと、それでクッキングしてくださいっていう。やってみよう。はい、そう、なんで片手かっていうと、こいつ電話してやがんだよ料理中に。で、何すりゃいいんだっけな。左上になんかオニオン書いてあるから、オニオンをまず切るんだろうなってことで、包丁持つで制限時間1分で、これでもうまな板とかいいよ、もう勝手にね、それから切るんだよ。もう切る、切ってる。あー、お肉が落ちた、もったいない。これも切るのか。いや、お肉は、あー、なんかラジオ触れちゃった、うるせえ切った、もういい、 OK、 時間がない。で、これを掴んで、これをどっちだ、ぶち込め、フライパンでいいや、ぶち込んで、もうナイフももういいや、ぶち込んで邪魔、これ邪魔、うるさい、これうるさい、やばい、あと10秒しかない、もういいや、もう、あー、燃えてる。これを、もう、ここはガチ、手掴み、ガッチリ、はい。で、皿の乗っけた、はい、14キロカロリーひどい。ちょっともう一回、これちゃんと切んなきゃダメ。いや、もうな、肉とかはいいんじゃない、肉、あー、もういいや、玉ねぎも掴んでるけど、これもうぶち込んじゃおう、ぶち込む、あはは、浮き鉢が鍋の中にまあいいや。で、野菜は一応切っとくか。これ邪魔だな、邪魔くせえな、邪魔だ、もう一旦ちょっとどけとこう。で、あー、もう手にくっついちゃった。で、ナイフ掴んで、これは切ろう。あ、いいね、いいよ、はい、オッケー。で、これを掴む、あー、燃えちゃった。いや、どうしよう、鍋にしよう、鍋にして、もう肉、あー、違う、掴んで、オッケー、肉でかいぞ。何カロリー、あー、入ってくれ、ちゃんと入ってくれ、はい、150キロカロリー、いいですね。あれ、俺の玉ねぎどこ行った。俺の玉ねぎ料理が消えた。いや、10秒でも間に合う、残り5秒で入れる、よし、いけ、はい、あー、あー、くそ、無理。はい、続きまして、スーパーボブ、ボブです。うわー、音楽が完全に、いや、だけど大丈夫、これスーパーボブ、マリオって言ってないからね、あ、セーフですよおぼつかねえ、歩き方すんなこいつ。タッチパッド4コントロール、はい、ジャンプとダブルジャンプできんので、あ、走るのと、ムーブと、了解です。あ、こうね、ダブルジャンプができるんですねで、一応走れる、走るっていうか膝もっと上げろ。まあ、やってみようか。あ、しゃがめるんだ、一応、オッケーオッケー。まあ、そうね、マリオっつってたらアウトだけど、ボブだから大丈夫、服は似てるけどね、大丈夫。あれなんだ、上のやつ、何今、何俺、何取ったの。別に何も出ないけど、はい、進んでみるよ。あ、単純にこれが、あ、意外とむずい。まあ一応、あの光る球は取っておいた方がいいんだろうね。オッケー、危ない、ジャンプ、あ、オッケー、意外といけるね。え、ハンバーガーのカメさんがやってきた。これ踏めばいいの、大丈夫。おお、死んだ食べ物なんだ。この怯えた感じでしゃがむのも面白いな。行ってみよう。
で、いやでもさ結構すごいよね、ちゃんとこういうさステージを作るのもねすげえと思うんだよ。下を押したらもっと沈んだ。なるほど。でこの隙に、いや戻ってる。いやでもいけた。え、いやこのゲームドリームズユニバースでゲーム作りたいなって思うんだけど、いやチュートリアルがねまだまだ時間かかるんだ。だから結構ちゃんと時間が取れるときにねいじってみたいなと思っているんだけども、危ない。はい、今回はまだお勉強ってことでいろんなコースをやってみようかなって思ってる。あ、下げて今行こう。結構感性が独特。あ、下に玉がある、取っとこう一応。うわ、なんか上にギミックあるぞ、おっかなそうな。今いけるでしょ、ナイスボブ。さあ上に登って、なんだ、ん、フォートジェン。まあこれ潰されなきゃ大丈夫でしょ。行こう。ほい、なるほど、ここでなるほどね、いいですね。そしてこっち行って、なんかさもっと敵キャラとかいないのかね、ボスキャラ的なやついたりしないのか。これ大丈夫か、間に合うか、これ間に合うか。ボブ、ボブ消滅した。もう一回、よし行こう、間に合うでしょ。あ、オッケー。さあそろそろゴールかな。あそれはひどいよ。え、どうすんのこれ。え、あ、足場出てきた。これ沈んじゃう、いや沈まない。あ、離れたら沈むんだ、了解了解。で、そこも危ないけど、あーっと後ろか、あれはハンバーガーの亀さんで、こっち行って、もうこれさ曲は大丈夫なのかね。あ、え、なんだ、あ、あいつが知らない。 I knew you'd come father。 息子、息子何してんのボブ。 What the heck Jane。なんかよくわかんないけど、なんかジェーン君は憤慨してんのかな。ボブ、 Wait Jane, it was an accident, I'll kill you。 おらえ、いいのこれ、もしかしてさあれやっぱりひでえよ。あ、クリア。ボブ、息子殺したぞ。終わった。はい、続いてホラーゲーム Do not play this game。 このゲームで遊ぶなと。そんなこと言われたらね遊びたくなっちゃうんだよね。動いて、走ることもできて、ルックアラウンド見れて、 L1 でランタン、ランタンでジャンプもできると。わかりました。ランタンつける必要あんのかこれ。なくてもいいんじゃない？ホラーゲームらしいけど、ん？なんだ？この道沿いを走っていけばとりあえずいいかな。ん？なんか追われたりすんのか？なんか向こうに家見えるな。あ、なんだ？なんかいる。座ってるよね。ん？気づいた、こっち。鼓動の音が強くなってきた。あなた怖い人？怖い人かな？おい、怖い人かい？君は。君は怖い。あ、踏むな踏むな、膝蹴りもするな。え？なんだ？なんかあんのかな？ジャンプもできるね。はい。ひでえな。主人公が一番やばいな。うん。ん？あれ？なんだこいつ？え、なにこいつ？怖っ！ちっちゃい子が。え、なに？ちっちゃい子が、こっちに来る。え、逃げる。なんか音がするな。風を切るようなと。なんだ？人形だ。ん？ Don't even think about it。 なんだこれ？別に持ったりとかじゃないもんね。ついてきてるな。なんだこいつ？相棒か？相棒と思ってこう。じゃないと怖いわ。向こう行ってみようぜ、相棒。来てるか？あ、来てるな。あれ、終わっちゃった道。相棒、どうすりゃいい？この後。あっち行ってみるか。ん？ブランコに誰かいる。人形か？押してみる。まあ、押したってなんもないけど。うん。
あれ壊れてんな。壊せんのか。あ、壊せた。なんか元気ね。どうしよっかな。そしたら家の方に行ってみる。あ、誰かいる。え、こっちに来てない。ゆっくり。ん、あそこにも。あー、すげえ長身の人が。あ、なんかあれかな、ちょっと前に流行ったさ、スレンダーマンとかっていうさ、都市伝説、それに近くない？ああいうやつだった気がするんだよな。え、でもすげえ遅いよあいつら。あ、でも数が多い。分が悪いな相棒。逃げるか。ああ、いるいるいる。ランダム消したら隠れる的なゲームなのかな。来てる来てる来てる。これ捕まったら多分アウトよね。逃げよう。あれ家はなかったか。どこに行くんだこれ。あ、家あった。あっちに行ってみよう。さあ家着いたけど入れんのかな。結構ね、まあ制作途中のゲームとかをアップロードしてる人も結構多くて。なんだ声がする。え、男か女かもわかんねえ。これ何？相棒いる？あれ相棒？いなくなった。どこ行っちゃったのあいつ。てか何もねえこの家。キッチンの方か？こっちから声するもんね。いや違うか。あ、あ、あ、できる。資格。出した。なんで？一応出しとく。君は怖い。君は怖いわ。うん、このゲームで唯一怖いわ。すげえ。やめて。あ、後ろにいる。いない。あ、来てない。あ、だけど怖ー。いいよ、来た。スレンダーマンがゆっくりゆっくり来た。あはは、怖え。何、どうすりゃいいの。何を求めてるの。え、捕まってみる。え、捕まえられもしねえ。なんだよ。じゃあただ無言で圧かけてくる。え、スレンダーマンもなんかする俺に。いや何もしないんかい。タップ X to survive。 ま、X っていうか×か。サバイブっていうか、まあ、生き残るゲーム。ん、はい、どういうこと。ん、終わった。あー、真ん中に来た時に、っていうかこの四角い枠の中、黒いとこね、入ったらバツ押せばいいだけのゲーム。まあ、これがどんどんテンポとか上がっていく感じの、うん、まあリズム的なゲームなのかな。あ、なんか来たな。今のところは全然簡単だね。まあカウントアップしてるから、まあサバイバルだね確かに。うん、俺がミスるまで終わらないと。でもこんなんじゃいつまでもミスれないんだけどね。あ、なんか地味に速くなってきてんのかこれ。なんかずっとやってると分かんなくなってくるな。少しずつ、あー、スピード上がってる気がする。これ最後の方エグいんじゃない。もうもはや連打みたいな。ちょっと限界まで頑張ってみよう。さあ70回、だいぶ速くなってきた感じする。そして周りのエフェクトがだんだんこれ豪華になってくんじゃない。あ、こういうゲーム面白い、好きだわ。パーティキュラーがすげー飛んでる。パーティキュラーってなんかすごい専門用語くせ。もう専門用語くさいで話しちゃうけど、あのアフターエフェクツっていうさ、あの動画編集のソフトが、まあ、アドビからあるんだけど、あれでね、いろいろプラグインとか入れれるんだけど、パーティキュラーってのがね、やっぱ一番使い勝手というか、あの映像の色の方にとっては一番いいらしいね。パーティキュラー、まあこういう粒子。え、終わったの今俺。さあパーティキュラーがやってきました。いや、さっきなんかミスったの悔しいんだけど、うん、話したら終わった。ちょっと集中しよう。で、そのパーティキュラーっていうね、そのソフトがね、まあプラグインかすごいいいっていうのは、結局どんなものだって粒子の塊なのよ。言っちゃえば人間だって原子の塊。よいしょ。で、
その例えばさ、炎とかそういうのもこの粒子を密集させて色変えて、で流れを作っちゃえば作れるわけよ。はい、ちょっと集中しよう。だからそうそう、パーティキュラーっていうプラグインが優秀だって話をこの動画でする必要あんのか。うわー、終わったくさ。100、これもう入った瞬間というか、もう先読み称賛ってダメだな、もうここまで来たら。わー、緊張してきた。どんどん速くなってくるよこれ。ちょっと集中しよう。そんなパーティキュラーの話とかしたらやばい。はい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 、ふぅ、やばい。ちょっとね、やってることは地味だけどね、楽しい。こういうのが結局楽しい。なんでやー。おお、いいパーティクル。はい、ドリームスキーというゲームやってみようかな。左右でいいのかな。ん、あー、なるほど、左右で向き変えて、あでぶつかんなきゃいいって感じのゲームかな。まあ、バツボタンとかは関係なくて、え、あ、で止まるんだ、なるほどね。ま、もはや真横向いたら止まるって感じで、まっすぐ行ってみようか。これもなかなかシンプルなゲームだけど面白そう。いて、なんだ、なんかすげえおっかねえ。うー、なんか来た。なに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 、うわあ、殺された。ゲームオーバーじゃねえよ。はい、もう一回。あ、なんか四角ボタンなんかあんな。あ、なるほど、スピードアップしてくれるんだこうやって。で基本まっすぐにしよう、ブレちゃダメだ。あ、待って、ああ、入ればよかった。まあいいや。でも後ろからさ、あの化け物来る。ああ、ついたい。これライフとか減ってるよね。減ってるね。ああ、来る来るぞ。ああ、来た。やめて、いや、早い早い、無理無理、逃げらんない逃げらんない。あ、回復してんね、やっぱり。あのサークル入ったら、あー、危ねえ。ダッシュに使えるポイントが溜まってる。来てる来てる来てる。あ、でもこれはターボがあるから一旦はしのげるはず。来るか来るか来るか、来てる。で使って、いやー、くそ、あー、そっち、いやー、やめて、食われる。ガブ。ひどい。